皆さんこんにちは。健康で美味しい料理レシピを配信する健康料理のばあちゃんです。今回は油揚げとチーズのはさみ焼きの作り方をご紹介します。思い立ったらすぐできるお手軽美味しい一品です。それではよろしくお願いします。まずは油揚げをキッチンペーパーで挟んで適当に油を吸います。ちなみに今回使用する油揚げはいなり寿司用、お味噌汁用の油揚げでもできます。油揚げの口を包丁で横から切って広げます。いなり寿司用なので中は空洞になっていて調理がしやすいです。スライスチーズ1枚の上に豚バラ肉を適量置きます。肉っぽさを出したい方は豚肉を多めに使いましょう。こちらはキムチ。チーズ×豚×キムチの組み合わせは鉄板。美味しさ保証済み。キムチは多めに使った方がチーズの味とのバランスが取れます。キムチ少なめだとどうしてもチーズの味が勝ってしまうんです。4等分に切り分けます。重ねて2枚分にします。1枚分ずつ油揚げの中に入れます。上から軽く押さえればあとは焼くだけ。魚焼き用アルミを敷いたフライパン。火加減は弱火。蓋をして片面がきつね色になるまで焼きます。約5分経過。しっかりとしたきつね色になっているのでひっくり返します。プチプチという音がしだしたら出来上がりの合図。ここから長く焼きすぎると焦げてしまいます。この時もあと少しで焦げるところでした。危ない危ない。ここからは消火して蓋をしたまま余熱で中まで火を通します。3分ほど余熱を通せば油揚げとチーズのはさみ焼きの完成です。思い立ったらすぐできる一品。基本何を入れても美味しいので中の具材は皆さんのお好みでお選びください。調理つぐみ、撮影ナレーターばんちゃんでした。皆さん今回もご視聴ありがとうございました。健康で美味しい料理レシピを配信する健康料理のばんちゃんを今後とも応援よろしくお願いします。それでは皆さん、さよなら。